皆さん、こんにちは。ピアニストの横山由紀夫です。さて、第6回マイハートピアノライブ、いよいよ近づいてきました。前回からショパンの生涯を朗読とともに演奏を聴いていただいておりますけれども、今回、いよいよジョルジュ・サンドの登場です。毎日暑い日が続いておりますけれども、こんな暑い時期、夏の時期はショパンはジョルジュ・サンドの別荘があるノアンで過ごし、そして涼しくなるとまたパリへ戻ってきて、サロンで演奏したり、教えたりというサイクルが続いていたわけですね。ジョルジュ・サンドと出会い、生活を共にしなければ、ショパンの作品というのもまた大きく変わったかもしれません。ジョルジュ・サンドの献身的な支えがあってこそ、病弱なショパンも作曲に専念することができたのではないかと思います。そして8年の後にジョルジュ・サンドとショパンは別れることになりますが、そうするとショパンはこの世を去ってしまいます。まあ、そのような人生とショパンの作品というのは密接に結びついているのではないかなと思い、僕自身もそういう朗読をしながらショパンの世界に浸り、皆さんにも同じように感じていただけながら進んでいきたいと思います。マイハートピアノライブ第6回は8月16日日曜日夜8時からです。では16日の夜8時に皆さんお会いしましょう。ピアニストの横山由紀夫でした。